休憩前のこの本会議で法案の採決が行われ、閉会中審査についても終了をしております。衆議院では議案が何一つ残っていないのであります。それなのになぜ会期を延長しなければならないのでしょうか。全く理由がないではありませんか。過去に例があると言われますが、1954年6月3日にあったのみであります。当時は警察法の扱いをめぐって国会が大混乱をしたさなかにあったのであり、極めて特異な事例であります。今回の暴挙を合理化する口実に全くならないことは明らかであります。なぜ与党は会期延長を強行しようというのか。参議院において秘密保護法案を強引に成立させるためであることは明白ではありませんか。言語道断であります。この法案は国民主権、基本的人権、平和主義、憲法の根本的原理をことごとく根本から覆す希代の悪法であり、違憲立法であります。秘密保護法案の内容については審議をすればするほど問題点が次々と明らかになってきたのであります。国民の反対の声は急速に広がっております。どの世論調査でも5割以上は反対、8割以上が慎重審議を求めております。日本弁護士連合会、日本新聞協会、日本ペンクラブをはじめ、学者、研究者、文化人、メディア関係、宗教界、市民団体、NGO の皆さんが反対の声を上げているのであります。こうした多数の声を踏みつけにした暴挙は、絶対に許されるものではありません。与党は国会の中で多数を持っていますが、多数であれば何でも許されるということではないのであります。衆議院段階において政府与党は福島県で地方公聴会を行った翌日に強行採決の暴挙を行ったのであります。国民の声を踏みにじった上、昨日の参議院特別委員会では委員長の発言も一切聞こえない中で強行採決という暴挙を重ねたのであります。会期を延長しさらに強行採決を重ねることは断じて容認できるものではありません。この国会を直ちに閉じて秘密保護法案は廃案にすべきであります。このことを述べ反対討論といたします。次に小宮山康子君。警察法の扱いをめぐって国会が大混乱をしたさなかにあったのであり、極めて特異な事例であります。今回の暴挙を合理化する口実に全くならないことは明らかであります。なぜ与党は会期延長を強行しようというのか。参議院において秘密保護法案を
強引に成立させるためであることは明白ではありませんか。言語道断であります。休憩前のこの本会議で法案の採決が行われ、閉会中審査についても終了をしております。衆議院では議案が何一つ残っていないのであります。それなのになぜ会期を延長しなければならないのでしょうか。全く理由がないではありませんか。過去に例があると言われますが、1954年6月3日にあったのみであります。当時はこの法案は国民主権、基本的人権、平和主義、憲法の根本的原理をことごとく根本から覆す希代の悪法であり、違憲立法であります。秘密保護法案の内容については審議をすればするほど問題点が次々と明らかになってきたのであります。国民の反対の声は急速に広がっております。どの世論調査でも5割以上は反対、8割以上が慎重審議を求めております。福島県で地方公聴会を行った翌日に強行採決の暴挙を行ったのであります。国民の声を踏みにじった上、昨日の参議院特別委員会では委員長の発言も一切聞こえない中で強行採決という暴挙を重ねたのであります。会期を延長し、さらに強行採決を重ねることは断じて容認できるものではありません。この国会を直ちに閉じて秘密保護法案は廃案にすべきであります。このことを述べ、反対討論。日本弁護士連合会、日本新聞協会、日本ペンクラブをはじめ、学者、研究者、文化人、メディア関係、宗教界、市民団体、NGO の皆さんが反対の声を上げているのであります。こうした多数の声を踏みつけにした暴挙は、絶対に許されるものではありません。与党は国会の中で多数を持っていますが、多数であれば何でも許されるということではないのであります。衆議院段階において政府与党は